我が伊原ジムのたっちゃんを紹介します。せーの、田中俊介です。高杉くんは高校3年生、キックボクシングの伊原道場に入って2年目。来年の2月には待ちに待った初試合。毎日練習練習で汗を流しています。勉強はちょっぴり苦手だけど、根性だけは誰にも負けない男らしい高校生です。はい、お待ちかねのですね、ゲストコーナーに行きましょう。はい、はい、続いてはゲストコーナー、今夜のゲストは新日本キックの高杉茂雄選手です。よろしくお願いします。ありましたね、ついに。もう念願のゲストで。もう待ってたんですよ。待ってたんですよ。僕らが待ってたんですよ。はい、高杉さん、今日ですね、ここに来た理由はきっと分かってくれてると思うんですけども。いや、なぜ自分がここに呼ばれたの？なんででしょうね、ランキング10位の自分が。ランキング10位の自分が。はい、まあ、こんな負け続けてるのに、なんでねえとか。まあね、でもね、ちょっとずつね、もう不思議な選手なんですよ、非常に。なんか謎が多い。謎が多いということでですね、ちょっとずつちょっとずつですね、この1時間でですね、高杉選手の謎をね、解明していきたいと思いますが。謎が深まりそうですけどね。まあ一発目なんですけどね、高杉選手がね、キックを始めたきっかけなんていうのはどんなとこからだったんでしょうか。でもさらに憧れですね、強さの憧れです。強さへの憧れ、はい、でもそれが現実の人間じゃなくて、うん、あくまでも特撮やアニメヒーローですね。出た、はい、出ましたね。現実なんて何にも考えてません。現実は考えてないと。はい、もうこれとにかくこのアニメの中でのヒーローたちの強さ。はい、そうです。これを求めていこうと。動きもそのものと思います。動きも自分のは格闘技じゃないですね。喧嘩でもなくて格闘技でもないです。まあ一応格闘の技なんでね、格闘技なんですけど、でもまあそのね、素晴らしいファイトスタイルというのはこれからいっぱいね触れていきますけれども、そのちなみにそのヒーローものでは何が好きなヒーローものは。いや、何でもです。何でも、はい、特に、うん、そうですね、でもはっきり言ってもうこの年でヒーローっていうのはちょっと恥ずかしいんですけど。全然恥ずかしくないですよ。やっぱり昔のが結構好きですね。レインボーマンとかそんなの。いいですね。レインボーマンどれが好きだったんですか。え、どのレインボーマンの中で一番好きだったの。やっぱダッシュセブンです。いいですね。最高です。いつもリングの上では変身高杉茂雄って感じで、それでも自分でも、はい、そういう風にやってると、はい、なりきってます。リングの上は多分自分じゃないですね。変身した自分の姿です。だから自分も何するか分かんないんですよ。最高ですね。もう一人の自分の姿です。自分でも何をするか分からない、はい、まさに多重人格者、はい、そうです。それから一番なってますね。そうですよね、はい、素晴らしい。そんなね、そんな高杉選手なんですけども、そのね、自分でない、自分を、さらけ出しているですね、いつもの試合の過去の VTR がございまして、ね、ご覧ください。どうぞ。ここで改めて今夜のゲストの紹介です。新日本キックの高杉茂雄選手です。よろしくお願いいたします。もう高杉さんスターだね。でもちょっと、ね、大スターですよ。結果が出なかったんだけど、ポッカーはあるよ。はい、どうぞこれお好きなやつですね。誰にも渡しません。いやいやいや、これなんかあ無理してない。一気に飲むんだよね。ちょっと日本、すごいですね。だいぶゆっくり。コント赤信号の鍋ちゃんみたいな。あ、コーラじゃないんですから、お腹壊しますよ、高杉さん。重い重い。いやいやいや。これ奇人変人ショーじゃないんで、ギターとかはあげないですよ、これ白いギターとかは。何それ。高杉さんのね、はい、とりあえずまあここでもう飲んだくれちゃってるんで、はい、高杉さんのですね、先日の試合をたっぷりとですね、はい、お待たせしました。これすごいですよ、完全ノーカット版でお送りいたします。それでは VTR スタート。どうぞ。いや、そうですか。じゃあやりますよ。とりあえず外人部隊行きますよ。何もなくなったら行きますね。ってことはまだ高杉茂雄にはキックの推しがあると。はい、ね、勝たなきゃしょうがないですからね。まあね、でもね、動きはやっぱり僕いいと思いますよ。闇雲じゃないと思いますよ。あの動きがね、こう殴り合わせないと思うんですよね。まあね、多分殴り合っちゃえば逆に高杉さんも多分出なくなっちゃうみたいに、で技を見せれば、ね、殴り合わなくなって、殴り合っちゃえば技がね、
なるほどね。今回多分ねインターバルの時間がちょっと多分全部ポイントアイデンティティさん、そうです、ね、組んでて50対46って言ってたよ、言ってます、あ、そんな50対46って言ってたから47と46、うん、そう、要するに5ラウンド中4ラウンド分は毎回1ポイントずつ取られてた。まあでもね、良かったですよ。まあ、ちょっと今後もね、はい、頑張ってほしいですけど、もっともっと注目していきます。あのまだコーヒーまだ。はい、ちょっとちょっと。とと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 。高月さんさ、あのさ、今後のまあ目標はまあ後にしよう。この年末年始そろそろあのね予定とか、あの12月入ってどうなの？クリスマス。ね、何にもないですね。はい、セリフみたいなこう今。コメントが返ってきましたが、あの何にもない。なんか家族で始まる。何にもないですね。例えば、はい、まずこれから来るのがクリスマス。クリスマス。何にもないですね。とやっぱねこれ終わってね一人ぐらいはと思ったんですけど、ね、何もないですね。天皇誕生日はあの旗振りに行ったりするんですか。私はなんかそういったの。そういったの。そういややらない。でクリスマスイブがあってクリスマスも何もなくて、で大晦日あたりにはもう家にいますね。あの紅白。いや、いつもね、テレビ見てます。テレビ、あ、テレビ何見てる。怖くは見ませんね。怖くはね、超常現象です。超常現象バトル。あ、嵐の大喧嘩ね。あれ大好きなんですよ。あ、僕も好きだな、あれ。あね、あれが楽しみですね。あれ、大晦日あれも頻繁にやってほしいですね。ね、1ヶ月に1回ぐらい。あれ、肯定派と否定派はやっぱりどちらに属するんですか、高橋さん。聞きたい、それは。いや、中間ですね。あ、中間なんだ、はい、でも喧嘩見てる方が面白いですね。あ、なるほどね。どうでもいいんですよ、切りって。うん、あと、高杉さんさ、はい、なんか最近名刺作ってファンに配ってるらしいじゃん。あ、高杉さんの、うん、じゃあ器用なことあ、映ってる、すげえ。これですね。何これ、どうですか、どう。あ、本物映ってるけどさ、な、高杉さん5位になってんの今。あ、何種類もあるの。何パターンあるの。これ、5位の時に撮ったやつですね。あ、5位の時に撮ったやつ。うわ、ちょっとこれ実はこれ今3パターン目ですけど、ちょっとまだこれ4パターン目。これはね30歳の時ですね、2年前ですね。これどこで撮ったんですか。あ、すごい、これ着の文言つける。あ、ちゃんと写真。あはは、高杉メリーかーい、シェットランドシープドッグ、これ欲しい。ザスポーツドリンク、ね、よし。まあ、あの健康にはご自身はさらい、うん、ちょっと、ちょっと、これどうなってんのこれ。ちょっと、ちょっと、あ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、どうも、こんにちは。こんにちは。高杉さん。あ、私の椅子はどこですか。あ、ちょっと、ちょっと、なんでサライがかかってるの。サライかかってる。ちょっと、ゴールできましたね。ちょっと、高杉さん、はい、待ち望んでたんだけど、突然来ると嫌だね。なんか、じゃあ、改めて、じゃあ、ちょっと、ね、こちら、ご紹介しましょう。はいはい、現在はですね、はい、トリッキーなファイトスタイルですね、はい、新日本キックボクシングを沸かせております。あ、違います。おりました。おりました。あ、違います。改めてご紹介いたします。はい。現在はですね、キックボクシングキラー。はい。自称。こちらの肩書きで頑張っております。はい。高杉茂選手でございます。お久しぶりです。今さっき公園に行きましたよね。走って一生懸命来たの。お父さん、はい、こちら高杉先生さんです。もう知ってます。あ、ご存知ですか。はい、この試合場で待ったり、はい、うん、まあ、お会いするのは初めてです。はいはいはい、テレビでとか、はい、いろいろ拝見してます。はい、なんとまあね、このね、はい、武田選手と高杉選手はですね、同じね、あの新日本キックに所属して、すごいツーショットです。実はですね、あの好対象なんですけど、過去に一度対戦してるんですよ。はい、すごいよね。お父さんもね、ちょっと覚えが、うん、ちょっとこちらの VTR ご覧ください。どうぞ。今夜はですね、はい、なんと高杉さんから視聴者の皆さんへプレゼントがございます。はい、はい、こちらですね、高杉さん、新作の名刺が出来上がりました。はい、こちら特製の名刺なんですけれども、うん、これらの名刺をですね、こちらの名刺を、9名様になんと1枚ずつプレゼントいたします。ご覧の宛先までご応募ください。これ今日の服装ですね。はい、なおですね、あの名刺の種類の指定はお任せくださいということで、あの指定できませんので、うん、はい、あの人生なんか尽きるだけ。これ新しい名刺ができて、あ、かっこいいよね。
これ何これ、いいね、やることは家にいても何もないですよね。タイトルランキングなんか興味はない、自分を解放するためリングにやってきた、ガードを捨てて、あ、落ちた。まあでもこれかっこいいよね。かっこいいですね。はい、こんな9名様に1枚ずつプレゼントいたします。うんうん、もらう人いるんですかね。これ1枚ずつ紹介、高杉海洋と海洋、これはねバーキー読んでなきゃ割れませんね。今私は君久々に帰ってきて高杉の最新映像見れるか。この BGM といえばこの方です。どうぞ。え、嘘でしょ。すげえ金の星の和光公へ。一時期は本当にサムライ TV のキラーコンテンツだった高杉志陵選手と愛犬のメリーさん、メリーです。新しいメリーだ。あの三代目、三代目のすごい高杉さん。うわー、全然変わらないですね。高杉めっちゃ元気ですか。元気、もうこの通りですよ。いやこれさ、これ最終回やめませんか。これ今日から始めましょうよ。高杉さん日記のリニューアルで、これ記念日じゃないですか。これ反響によってはね、試合いいそうなわけですよ。試合もう一度練習しました。おお、でもね、相変わらずね、あの調子なんですよ。でも、はい、あの今、はい、高杉さんのお家って、はい、あの M トーンジムに近いっていう噂があるんですけど、知ってますね。今日見てくれてる、はい、キックの星時代から見てくれてる番組視聴者たちは、はい、みんなこれ署名運動とかしちゃいますよ。本当に高杉を来月からも見せろと。いや、もう大体ね、もう範囲が分かってますからね。まあ、ただ単にね、ファンがちょっと増えるぐらいで、あと何も進展ないですから。だからやっぱ女性のことですよ、つまりは。じゃあ女性限定にしましょうか。もう言ってもね、あんま私もあんまりね、もう諦めてますからね、はい、いやいやいや、そんなに諦めちゃった。進展は全くないという生活ですからね。はい、まあ、じゃあ分かりました。そんなね、どれぐらい集まるか分かんないけど、まずじゃあ保険は2つ今ありますから。保険はここに貼っといて、目の前に本人いるのにね、ちょっとやめてください。そう、本人が目の前にいると恥ずかしくなっちゃう。大井さんこそね、浮気できるんじゃないですか。いやいや、僕はいいですよ。大井さんこそ浮気できるんじゃないですか。いや、浮気そんなば、お前何言ってんだよ。嫁さん見てんだよ、お前。やめてくれよ、子供も3人いんだから。高杉さん、そういえばなんかちょっとお土産が、はい、お土産、私、お土産があるらしいですよ。私じゃなくて、あ、私です。あ、メリーが、メリー、あ、だいぶ、あ、暇そうでした。高杉さん、いいっすよ、じゃあメリー、自由にしましょうよ。メリー、メリーがね、メリー、お土産めっちゃ止まろうって。お土産、はい、どうぞ。はい、うわ、見せて、はい、ちょっと待って、ちょっと、ありがとうございます。ちょ、うわ、ありがとうございます。高杉茂バイブル、すごいすごいぞ。ちょっと待って、ちょっと、開けていいですか、これ。どうぞ、はい。私さ、前にもらったの取り上げられちゃったもん、番組に。それね、でもなくしちゃった。片岡未来からもらった名刺なくしちゃった。え、自分で捨てちゃった。すごいっすよ、はい、これですね、ほとんど番組映像から撮ってます。すごい。これはあの、まあ、いわゆる違法な形ですね。すべてサムライ、このキックの星の映像並びにバトルステーションから撮ってる。すごい、分かるか、分かるよ、そんなの。あれがすごい、ファラオのスフィンクス高杉茂雄。アレキサンダー高杉茂雄。この世で最後の戦士高杉茂雄。一番の力高杉茂雄。ピンクの名刺メリーの、可愛いでしょそれ。セブンシリーズに見ない、ポンちゃんが持ってるやつ。これちょっとポンちゃんのメリーの、カメラちょっと見てください。ちっちゃいですね、写真がね。高杉メリー、はい、めっちゃ前もありましたよね、子供の時のメリーの。これはもうこいつです、こいつ。うわー、すごい、神秘の戦士。よく考えるよな。高杉さん、パソコンめっちゃ得意なんですね。テーブル、ちょっと、これ自分で作ったんですか。そういうことはやっぱりやってると彼女できますか。それもちょっと置いてきましょう。皆さん、こんばんは。こんばんは。やってまいりました、キックの星、司会の大江誠でございます。片岡未来です、よろしくお願いします。おかしなとこ、突然ですが、今夜はですね、来週23日に行われます新日本キックボクシング後楽園大会直前特別企画と題しまして、はい、この大会に出場いたします高杉茂雄選手にキックの星スタッフが一日密着した、はい、高杉茂雄の生き方ドキュメントキックキックということですね。すごい、そういう番組を、番組で、そういう番組になりますか、今日ね、はいはい。だから歌わず日記は今週お休みです、はい、楽しみでしょ。すごい、高杉さん特急だよ。すごいんだよこれよ、ちょっとこれ大変な映像でも最後まで耐えられるかっていうところ。女の子は引いて
て、あの消さないでくださいね。嘘。そのわけで早速高杉真司の生き方をたっぷりと見ていただきたいと思います。どうぞ。じゃあよろしくお願いします。そちらの方がこっち側の方ですね。出ましょうか。待ち合わせからですか。今日2名だったんですか。あの力を入れますからね。ゲスト来てくれた時の格好。ちょっと格好をつけてるんですね。体がここどこ？なんかどこだっけ。なんかここからね、歩いてね、20分で、バス行きますよね。バス行きましょう。歩いて20分。はい。家の中来たらびっくりすると思います。ガラクタがいっぱいだ。ここいつから住んでるんですか。ここ来たのが7年前ですね。7年前まで実は明治通りでした。地元じゃないのね。この町はどうなんですか。結構ね、はっきり言って田舎です。田舎。はい。ちょっとね、十分だけど帽子屋さんあるんです。住吉帽子で、あそこね、2年前にね、タヌキの下に見ましたから道路が、ね、はい、2年前にいるんですよ。結構前だ。だって、帽子じゃタヌキなんか普通にいる。もともとはもう、東京の人間なんで、はっきり言って、そんなにこっちの方は詳しくないですよね。東京の人なんだよ、ほんと冷房しよう。うわっ、キッス。うわびっくり、びっくりした。かわいい。太っちゃだね、ちょっとかわいいね。トロフィーあるよ。飼ってるよ、飼ってるよ。トロフィーがあるというか、勝利者賞だからな。すごい音。すごい勢いで怒ってますけど。動物好きって言ってたもんね。猛獣じゃないんだね。メリーメリーかわいい。全然平気です。結構片付いてるじゃないですかね。すごい散らかってるの。おー、うわー、これ漫画も漫画ですね。なるほど。へー、すごいな、これ。ヒーローものが多いですね。はい、ヒーローものが。レオテレビヒーロー主題歌全集。うわ、高杉くんは高校生。ただ、遠藤さんも入ってきてないと思うんですね。これで終わりなんですよね。若い若い。どうですか、この辺は。空手バカ一代、タイガーマスク、うわ、すごいの出てきそうですね、プレミア。全部で2000冊ですからね、古本屋さんみたいな。ブックオフに言ったら結構なるよね、これね。みんな結構ね、プレミアついてますよ。このボールも、これから、この中からいろいろ技を吸収したり、人生の生き方ですね。それを吸収する。こんなの使わないぞ、これ。漫画で。はい。これは教科書です。教科書じゃなくて、鉄道ですね。ビデオも結構ありますね。これはね、全部ほぼ歴史ものですね。はい、ヒーロー以外にこういった歴史の人物ですね、影響を受けたのは、シーザーだとか、ヘラクレス、ジンギスカンも、ナポレオンもあります。学校こっちは普通の本がありますけど。こっちはみんな、こっちはね、歴史関係ですね。結構歴史好きなので。わー、すごい。アレキサンダー、ローマ。こっちの方はちょっとマニアックです。神々とかね、モンスター大地、聖剣伝説とか。うわ、伝説とかそういうのが好きなんだね。こっちの方もそうですね、マニアックですね。クロマジスとか、アトランティスの謎、タイムトリップ、テレポーテーションとか。揃ってる。こういうの揃えちゃうんだね。これ試合にはどう関係が出るんですか。これは、いや、てかね、自分の源の力ですね。はっきり言って格闘技よりもこっちのこういった未知な力を信じてます。さっきさ、信じてないって言ってたよ、UFO とかさ、未知な。キックの関係は。そういうの好きって言ってた。信じてないですけどねって言ってたのにさ。テレポーテーションとキックの関係っていうのは。いや、これもね、ちゃんと関係してるんですよ、これも。関係してんの？本来持っている人間の未知の力なんですよ。そういったものを引き出した方のが強さに結びつくと思ったんですね。強さは格闘技だけとは限りません。格闘技を超えた力は、こういった頂上的なものも含まれてると思ってます。はい、これ漫画には何か共通性というか、ね、共通性は、まあ、戦っているうちにこう奇跡を起こす、そんな感じですか。全部試合のポスターも貼って、例えばそうですね、いやもう例えば一番奇跡という面ではこっちですね、セイントセイヤ、この車がまさにセイントセイヤやっぱ好きなんだね。こっちはもうこんな感じですね。ダメでもともととやって最後には奇跡が起きて、たまに読み直したりしてるんだろうね。戦う漫画ばっかりですね。恋愛ものは一切ありません。どんだ。恋愛ものは嫌いって言ってた。恋愛ものはもう。僕と見てもね、ユリアとかデレコの彼はもっと面白いんですよね。その点男塾は
ヒロインが出る場合は最高です。そう、なんか変ですね、深い見方だな、これ。なんだろう、なんでだ、絶対みんなね、染まっちゃいますよね。寂しいって思う時と、やってる方が虚しいんだって時とね。やっぱちょっと、松井さん盛り上げてあげようよ、ちょっとみんなでさ。30過ぎて、何の関係もないって。今もうあんだけ筋トレやった後じゃないですか。だから普段の状態でリング上がればもっと軽い感じでできると思うんですよね。今、手枷をつけられた状態でやってるようなもんですよ。でね、こうコーラでも飲むとまた高杉技が頭の中に思い浮かぶんですよね。あれもできる、これもできるって。あの部屋にいればね、そうなっちゃうんですよ。左向けばね、漫画のヒーローですね。前向きもヘビメタですね。最高の環境ですね。最強の環境です。もうはっきり言ってね、もう いつかね、急にね、ものすごいパワーがね、明日になったら、ま、ついてると思っちゃうんですよね。明日になったらスーパーサイジみたいなパワーに満ち溢れてると、そんなふうに思っちゃうんですよ。なんかのきっかけで、超パワーが体から湧いてくるとか、そんなふうに信じてますね。まだ俺は機能していないって。なんかのきっかけで機能する。俺がフルパワーであれば敵はないって、そんなふうに思ってますね。そのフルパワーを出すのは何かわかんないんですよ。とりあえずね、高杉技をやっていればね、それにつながってると思うんですよね。まだまだあんなもんじゃないですよね。まだまだ何かがあるんですよ。今日大晦日ですけど、思いっきり大晦日かよ。大晦日なんだ。思いっきりやりたいことをやるって。やりたいことといえばこのヘビメタですね。どれ？今日はヘビメタを思う存分聞きますね。メリーが来た。そして本ですね、漫画ですね。はい。だってヘビメタと漫画いつもやってることだから。それが全て友達ですから。うわ、出たこの発言。今思い出をどんどん。私にとってはこれが全て友達って、生き物がメリーしかいないとこがいい。ちょっと待って。生命体が、このサボテンとかこれ悲しかける。私の画期的な発明とも言えるものですね。何？高杉さんの。例えばですね、この MD ですか。この MD は全て、足の感じ。これ1枚で、ここに書いてあるアルバムは全て全部聴けるんです。ということ、どういうことかというと、これは全部サビの部分しか録音してないんですね。編集してんだ、自分で。アルバムで大体10曲ありますんで、10曲の歌のサビの部分が、サビの部分だけそこから録音しただけなんですよ。でさら、1枚のアルバムをサビの部分で、一番10曲なんで3分程度で1枚のアルバムは聴けちゃうんですね。なるほどね。こうするともうここにあるレコードも全て全部聞こえと思えばすんなり聴けちゃいます。これ特許取り合いでな。そうサビでどういうことかというと、これさ、よくさ、エッジビデオとかでさ、自分のさサビの部分をさ、だけ録画してさ、レンタルビデオ屋の一列全部借りちゃったとかあるんだよね。うそー、あ、そうか、男の人はそういうのあるのか。だって全部入れたらさ、テープ、これがサビの部分ですね。だ同じよ、高杉さんと。あ、そうか、いいとこ取りなんだね。そう、自分の好きな場面だけをね、撮ってね。あ、なるほど。高杉さん、実演してるよ。見てください、今のでざっとですけど、1枚のアルバムをわずか1分で聴けちゃいましたね。すごい、発明家みたいだね。聴きたいものは全てこんな感じで MD に収めたんで、まず MD、まず CD からできたらこんな風にサビの部分だけまとめて録音したんですね。発明家とかってこうなのかもね。そういうところから何かこう、いろいろ。そこと言ってもね、結果的には僕ら仲松とかもそうかもよ。いい曲って、アルバムに 2,3 曲だけですよね。結果的には他の曲は聴かない感じですから。サビだけ入れてる割には MD 山になってるの？好きな曲だけ聴いて、あとはもう全然まるっきり聴きませんからね。じゃあ他の曲のサビも見ないのかな？いいのはあのアルバムには1曲か2曲って感じで、あとはもうみんな捨て曲ですから。でたまに捨て曲を聴こうと思う時なんかも、イノミさんにしとけばパッと一気にサビの部分が聴けますからね。あー、東京出た。ここにあるレコード、CD、すべて全部そんな風にしましたから。嘘！パッと出されて、パッと全部、何でもかんでも聴いちゃいます。すごい。こんなことするのに、2年ぐらいかかりますよね。とにかくね、
CD は全然 OK ですけど、レコードはね、すぐね、音が飛んじゃうんですよ、ポン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 。やっぱりね、傷ついた曲はあんまり良くないですからね、そういう場合は何回も何回もね、ターンテーブルに乗せて、ほこり払って、録音してきました。大丈夫、結構時間あるのかな。やっぱりコーヒーね。あとはいつものポッカコーヒー。あらあら。あ、ね、あの一気飲みするやつ。犬のコーヒーは美味しいんでしょうね。メリーはこ、犬にコーヒーなんか飲ましていいのか、ね、絶対ダメ、良くないです、ね、あんなとこに舌入れてもとろき来ないのに、空っぽなのに好きなんだね。唯一の友人。あ、やっぱそういうの。もうすぐコーヒーメーカーでコーヒーが出来上がります。おお、今日はちゃんとコーヒーメーカーで作る。ブルーマウンテン、コーヒーも飲むんだけど、うん、コーヒーメーカーでも、ね、コーヒーメーカーでコーヒーも、へぇー、ヘビメタルバンバン聞きますね。ねえ、なんかこれは不思議、うん、不思議戦士だって。はっきり言ってこう古代の、え、昔のヨーロッパの戦士ですか。昔のヨーロッパの戦士ははっきり言ってまだ耐えてないんですよ。昔のヨーロッパの選手たちは今は姿を形を変えて今もいるんです。な、別にね、格闘家とかね、軍人じゃないんですよ。あれ高すぎた。昔のね、選手たちはみんなヘビーテのミュージシャンだったんですね。彼らのね、こうドックスを見ればね、わかりますね、選手って感じがします。歌ってることも戦いの歌ばっかですし、服装やコスチュームなんかもなんとなく戦士を彷彿させてますね。あの金色のヘア、まあ、金髪の、まあ、長い髪ですか。あれがやっぱ戦士って感じますよね。ヨーロッパのきちっとな金髪でこう長い髪をなびかせてるって感じで、よく喋るな今日。なんか人ね、え、これもそうですね、一人でカメラ持ってるんですよ、誰もいないで、髪を長くして、なんで急にこんな話が始まったんだろう。よく、こう調和を通ってやっぱかっこいいですね。それが金髪だったりしたら、なんかヨーロッパの騎士みたいで、そういうのに憧れてるんだ。革ジャンとか結構ヘリと結構似合うんですよね、うん。日本人とかは真似できませんね。うん、男から見ても魅力感じますね。金髪のロングヘア。理解不能。ちょっとね、どうしたんだろう、今日はいきなりこんな語り始めた。前見てる班はみんなね、格闘好きですよね。これもヘビータも昔の戦士がただ単に、うん、ミュージシャンになっただけ、だけですから。そうなの。ミュージシャンとの姿を変えて今も戦ってる。もうやばいよ。ね、どうしたの。こういう傷だらけの英雄というタイトルがあって、こういうのをね、内容は何千という男たちが栄光のために戦った、夢を抱いた若者たち、国のため銃に倒れた。なんか私の名はロビン・マスク。いやいや、もっと早く省略してほしかったね、今のね。感動もですね、きついなこれ、うん、すごいです。曲もいいんですね、すごい。こんなもん一時聞いていたらもうそれで時間が落ちちゃいますね。完全に歌詞だけにしておきましょう。私の名はロビン・マスク。なんか可愛いね、このアレキサンダー大王っていうのはね、今映ってるこれですけどね、これ隣はシーザーです。そうね、これはね、一回ね、やっぱ格闘家としてね、説明しなきゃいけませんね。いいよ。私の名はロビン・マスク。ちょっとどうしよう、なんかそう今日かけることがない。話が少々増えちゃいました。ないね、うん、このアレキサンダー大王の歌が一番好きですね。まあ、歌は良くないんですけど、歌詞がいいです。うん、結構ね、これ私の名はロビン・マスク。きついな。クリスマスに来て、ここでメリーと二人でクリスマスじゃないや、大晦日も明かしてますね。どっちも同じなのかな。一人してます。乾杯です。あ、お酒はそうですよね、飲まない。秘密水、ガイドプレートね。ねえ、こんなお菓子とか秘密で、そう、なんだこれ、ここにホットプレートみたいな感じじゃない？これ違う？え？何？うわー！あー、違う！あ、油入ってたよ！びっくりした。 あれフライドプレートって、あ、ポテトチップスじゃなくて、要するにあの冷凍食品ね、あれ。今ってろ、今出してるからね。え？なん？ちょ、いや、ダメだ。え？あー、おばさん、これは
ダメですね。ダメですね、これね。これは僕も、愛犬家ですから。あげるとね、くんないんですよ。あの犬、うちにもいますけど。ダメですよ、人間の食べるもの。特にお菓子なんていうのは。ほら、これ、なんか怒ってる。これ怒っちゃってるでしょ。ね、うん、こういうのはね、これ取られると思ってるから怒ってるのもあるし、やっぱり、ほら、人間のあげ、ほら、これダメだよね。ちょっと。メリーの怒った顔、初めて見たね。ちょっと、ほら。すごい怒ってる。かなり怒ってるよ、ほら。ちょっと、かなり怒ってる。怖いですね。グーって言ってるメリーなのに。ちょっと、待って、やだ。ねえ。うわあ、怖い怖い怖い。うわあ、怖い怖い。なんかあの怖いねこれ。クシャおじさんみたいな。クシャおじさんって今知ってる人いないぞ今。まずいぞそれ今。クシャおじさんって。クシャおじさんはまずい。筋肉を見せつける高槻さん。ちょっとなんかすごいカメラ目線。何食ってんの？あ、ポテト。ポテトをお箸で食べてるのか。で、メリーまた来るよ、ほら、ね、いつもあげちゃうから。ちょっと熱々で危ない。ちょっ、中途自身で。これが片岡未来だったら面白いんだけどな、これ。どっちがですか？いや、メリーが。メリーが。そう。相当面白いよね。ほらほら、食べちゃ、バクバク食べちゃってんじゃん。ちょっとなんか面白い。面白いですね。でもあんまやるとパクって噛みつかないですよ。夜になるともう凶暴になっちゃいます。そんなにこっちも手出せませんね。ふっかえたら噛まれますから。ありがとうございました。え、なんで帰っちゃうんですか？いや、ちょいやもう帰りますので、昨日顔やられて痛いもん。病院行きますよ、僕だって。ちょっと、何、またメニュー？あ、これ、これなんです。何フードメニュー。私が作る。フードだ。ボンカレー。お好み焼きがある。ネギ焼きってなんですかこれ。ネギ焼きじゃないの。ギが点々がなかったネギ焼きですよね。ガーサーなんですか。出前でも取るんですかこれ。いやこれ私の18番です。結構料理もするんですよ。エクレアがある。カルメイドっていうのは何なんですか。いちごポッキー。これポテトチップのこれだって。デザートです。カップラーメン、ボンカレーなんてお湯入れるだけじゃないですか。この部屋だったらこれが全部可能なんですよ。これは全部この部屋で作れます。一般モデルで。ジャンソーみてぇなメニューが出てきますんでね。高橋ですけど、料理人バージョンです。お好み焼き屋だったらこれも高橋一番ですけど。えあんまりこう期待しないと言ったら高橋さん黙っちゃいないよこれ。そうですよ。高橋さん結構一品だって。勝負しましょう。じゃあメリーが食べましたね。メリーか。人間じゃないと思うよ。人間では今日が初めてですって言ってる。メリーは美味しい。第一問だと。いいな、なんかムツゴロウの息に達してるな。ロビンマスク。監禁です。結構料理は好きなんですか？料理は好きです。あ、注文したの。いつも自分でするんですか？あ、そうですね。え、これだって自分の。この子ってディレクターさんですよね。すごいな、ちょっと尊敬するな。あとゴールデンウィークと。もう夜ですよこれ。え、でもこれ買いに行ってるんでしょきっと。そうだよね。お好み焼きだったら絶対負けないんだけどな。で、それ勝負しましょう深津さん。いいね。バランスが大事なんですよ。バランスが悪いと。バランスってテリマヨのポテトとかですよ。具を入れすぎもダメだし、キャベツの入れすぎも、粉の入れすぎもね、まずいことです。なんか服がちょっと。念のためって。やっぱ赤だね。やってる。お好み焼きの粉だ。まあ大体こんなもんですね。私の部屋にもベテランはもう粉はもうグラムで赤ですよなくて見た目ではできるんですよ。かき混ぜるものはないですからね。これを使いましょう。同じことです。ちょっとエラーですよ。薬用のエラーです。同じことです。これはやっぱり。お好み焼き屋でバイトしてたっていう経験からですか。そうですね。いやもうそのままですね。そうなんだ。へぇー。的にすごいなぁ。もう本職じゃないこれ。こうやって大雑把。なんかお姉ちゃんと一緒にしか行かないですかね、お好み焼き屋。そうだよね。こんなこと言ったら怒られますよ、高杉さん。お好み焼きを美味しく焼ける。細かくどうだいって言いながら。いやぁー。細かく切れば切るほどね。高杉さんもそれやったらいいのによ。まあね。高杉さんはほら、記者会見用だから。え？チーズ。この赤いの何？結構いいです。あ、しょうが。これ一般的なんですか？そうですね、結構一般的ですね。ね。パプリカ。チーズ入れるとね、もうしっかり固まるんですよ。え？さらにこれだけと思ったら面白いです。ちゃんとタコも入れます。ちゃんとタコってそれタコ焼きじゃないですか？
ちゃんとって言ったら。さらにね、今度は卵ですね。もうプロはね、卵を片手に割るんですよ。両手で割るのが白く。ああ、こうやってぐしゃってやってほしいな。やってほしいね。いや、上手上手。この時に達成まで2ヶ月はかかりますね。何個あったの？かき混ぜてやるわけですけど、これが慣れてないとこんな風にこぼれちゃうんですよね。こんな風にってこぼしちゃう。慣れてないんじゃない？慣れてるんですけど。こんぐらいですか？いやあ、ホットプレートあるんだ。これ高杉さん自分のホットプレート。そう、自分の部屋なんですよ。ただ。そう、自分の部屋で先々週は自分の部屋で。あの冷凍のさ、ポテトの音がしないんですよね。ジェーキッチンとかじゃないんですか？そうなの、消えてました。一人ダビさんもね、うん、あ、メリーとね、なるべくね、犬にポテトあげちゃうんですよ、これさ。ちょっと、あ、油が温まってきましたね。メリーはほんと偉いな、ほんとな。なんかちょっと黙ってさ、ああやってさ、こう飼い主がこんなことしてもね、どうやってひっくり返すか。ちょっとね、気持ち的にね、粉が足りなかったような気がしますね。あ、そうですね。天才じゃないの、だって。粉が足りないと、パサ、あ、なんだっけ、バランス。ちょっと、ぶっ壊れますね。やっぱりもう、乗りかかった船ですからね。ちょっと。もう、このまま強引に着くしかないですよ。これだって人間のための侍スタッフの僕らは初めてですからね。注意していただかないと。来週放送が飛びますからね、僕が倒れたら。メリーも一応人間ですから、うちは。メリーも一応に。分かる、その気持ちは。いや、これは分かるけどさ。これ高杉メリコって言うんですか。じゃあメリーなの。棒はどこ行っちゃったんですかね。これ問題じゃないですよね。いや、誰が見てもこれが気になるんですか。ちょっと全く固まらないんですよね。そうでもなくなってきました、ね、なくなってきました、はい、移動できるんで、移動できるってことは固まってな、固まっているってことです。これもう聞いてね、簡単ですよ。もう壊れるんだったら半分にし、最初から半分にしちゃうんですよ。おこれ高杉技ですか。これも、いや、これはもう高杉技ですよね。アイデアの勝利ですよね。はい、でかくすればこう壊れるんですよ。ちっちゃくすれば壊れません。っていうのは、これ何なんですか。閉店11時半ですか、店は。ここ、売ってますよ、大江さん。売ってる。40種、1枚30円だよ。フロー前の名刺ですか。T シャツ、これ10枚しようよ。1枚30円で、10枚250円ですよ。まあ安いですよね。メリー名刺か。名刺でしたね、ブロマイド。そうですね、名刺ですよね。T シャツ違うんですか。あ、プロマイドはこれじゃないですよ、これですね。プロマイド。プロマイドって、これ、ちょ、ん？一番下のメリー名刺、チョコレート1枚、メリーダンって何ですか？メリーはね、メリーダンって何ですか？いや、メリーが言ったんですよ。メリーはね、やっぱお金じゃなくてね、チョコレート1枚くれれば名刺 OK ってことで。チョコ食べさせちゃダメだよ。これメリーも私のシャツと全く一緒ですよね。メリー、これ、ですから、この高杉 T シャツは、こう、イネルも消えるんですよ。で、これ、そのまんまですよね。そのままメリーに着せるだけですからね。ちょっと俺、あの、高杉ビデオがいいな。私も着れて、犬でも着れるんですよ。あれ、こんな本棚ありませんでしたよね、前。オリジナルビデオって、このビデオ。これですね。これ、うちのビデオ、侍のビデオだから、これ、勝手に売られることなんですよね。で、じゃあ、これは、これ。レンタル禁止、ダビング。いや、ダビングも困りますよ。これ全部サムライをダビングすんなよ。え、ちょっとその下なんですかね。おやつ、おやつ400円までってなんですかね。これはね、この辺にね、持ち込みの、漫画喫茶、持ち込み OK なんですよ。漫画喫茶なんだ、これ。いや、もう400円まで。でもストアだからね。ストアだから、なかなかなんとかストアって聞かないよね。ちょっとこのおじさん34歳、俺と同い年だよ。カップラーメンなんか原価割れしてんじゃないの。あれ焼いてもらった、あの油ギトギトの焼きそばも、あの油ギトギトのやつ。あ、これも食えないよ。味が焦げればこういうのいって。ボンカラーって売上が何にもないですよ。安いな。安い。もともとね、単価ってこんなもんなんですよ。多くつけば作るほどね、安くなりますよね。ライスチョコがいいね、ライスチョコ。なかなか、だって普通にやっぱうちに来てもね、いきなりね、こうお好み焼き焼いてくる人もなんか悪い気が引きますよね。でもこれまた来ちゃうよ、これ。全然気が引きませんよ。僕は別に全然気が引けない、一回も来たことないですけどね。ちなみに金もらいたいぐらい。社長は誰なんですか。あ、私です。店員は、いや、店員、メリー店員ですね。じゃあまた来週。ほらほら、あー、
ど、はい、なんでこうやって油で揚げる料理が好きなんですか。いや、それペプシ飲んでる。いや、やっぱこれですよね、普通は。アメリカンアメリカン。どう見ても日本人なんですけど。そうだ、洋食が好きって言ってました、高杉さん。アメリ。あ、私こういうの大好きなんですよ、こういう料理。なるほど。これあれば何にも言いませんね。和食とか大嫌いですから。同窓戦ですから、ちゃんとあるんですよね。これはね、あんま高杉太でやってませんね。会長は世界タイトル戦だったの。世界タイトル戦ですよ。タイトル戦だったんですよね、世界タイトル戦。YSK 王者だったかもしれない。ね、実は。どうぞこうね、世界チャンピオンのこと、後で気がついたのね、試合終わってからですよね。嘘。そ, それまでね、世界タイトルって気にしたんですよ。そしたらね、こいつもさ、ね、世界どっかの試合ランキングの、まあ、5位か6位と思ってたんですよね。ベルト持ってた時もね、どっかの州のチャンピオンって思ってたんですよ。わしはね、戦ってない人が世界チャンピオンとは思いませんからね。だから何も怖くなかったんですよ。この話もね、突然ある女性に来たんですよ。1ヶ月前ぐらいにさ、いや、最初はね、冗談かと思いましたね。いきなりね、世界タイトル持ちやってみないかと言いましたね。でも声かかるんだったら普通だったら、ね、前の選手とかいっぱいいるじゃないですか。発注って書いてある。発注って選手とか。これすごいですね、このポスター。これ宝物です。だってダニエル・ドーソン、高杉茂雄ってドメインですよ、これ。メインだ。まだね、前座が松本選手って。でもまだね、でも私、高杉茂雄はまだ覚醒してなかったんですよね。でも最高ですね、聞いてね。写真また飾ってある。写真がずっとあるの。特に意味のないカット。なんか、やっぱお付き合いした方がいいのかな。使いやったですよ。使いましたよ、ヤマトくんは。なんかやらしいやな、これ。ベルトよりもね、やりたいことをやることです。はい、科学の分野でね、ものすごい発明するよりもね、宇宙人をと捕まえる。そっちの方がよっぽど科学者はね、すごいですよね。すごい、こんな生き方。まだ不機嫌。何が興奮どうしたですかね。あ、しかも私が好きなラスカル。ラスカル。ちょっと。あらら。ラスカル死んだ今。でもね、どう見えるか。ないじゃないですか。ね、いやだって普通のだって社会人とか社会人やもん。私は後半社会人ですからね。こういう。仕事？今仕事？パソコン使ってるの？何してんの？携帯電話。ああ。今ね。ピッチだったんです前は。してましたけどね。M。今回はね、また新たなものにする。なんか、嘘、どうしたの？ね、要するにね、自分のビデオクリップですよ。これをね、ビデオクもうたくさん作っちゃいました。見て。でもね、私の発明みたいなやつ。高杉さん。真似した方がいいですよ。進めない。どういうことかというと、実践してみましょう。あ、見たい。ちょっと。頭おかしくなりそう。どうしよう。これは私の携帯電話です。誰も知らない携帯電話です。はぁ、すごい。 SD カードですね。ちょっとね、あんまりね、写りが良くないんですけどね。どういうことかというと、そう、ビデオクリップです。ありのままなんですよ。ビデオクリップってほとんどね、侍のあの映像ばっかですね。あとは自分で撮ってものもたくさんあります。まあ要するにね、あのビデオ、こうパソコンがあるんで、このパソコンで映像を取り組んで、あとは隣にあるステレオに音楽をつけるだけですか。すごいですね、高杉さん。これ結構ね、30秒ぐらいは入るんですよね。すごくない？それをね、なんとも200個ぐらい作っちゃいました。すごい。200曲のね、ビデオクリップですね、30秒の。どうやって覚えたの？すべて、あの、曲はみんなアニメソングばっかです。見してよ、早く。結構ね、ハマってるんですよ。こんな感じでね、いっぱい出てくるんです。あんまね、写り悪いですけどね。例えばね、これ、私の好きなのこれですか。うん、最高ですね。曲が、これを見せながら、ね、仕事の休憩時間を過ごしてます。一人、笑いながら。これは、仮面ライダーですね。すごい、なかなか歌かっこいいですよね。試合前もずっとこれを聴かない。これ何年もこうやって携帯に落とせるんだ。私の友達ですよね、この歌は。友達。この歌を聴けば全てが鮮明に蘇ります。
自分だけですよね、その子他のものは入ってこのもね、卒業アルバムを聴いとって俺がそうでした、ね、アルバムが切り取ってんだからな、あ、出た、バレた一角呼吸して、ここに俺は見せびやかしてるちょっと気になったことあるんですけど、これ焦げてませんか、これ燃えてませんか、何なんですか、これ今ね、4時間もなら OK です。6月14日土曜日に高杉茂雄が新曲社会を行いますので、いろいろ人一人だね、いや、あれ並んでるから OK もいいの、そうそうそう、だってほら、会見なのにほら、フランス語誰も映ってねえもん、シェアいないじゃん、メニューしかいねえもん、フードメニュー、私が作るお好み焼きがある、メキ焼きってなんですか、これメキ食事会ってなってるけど、わー揚げて油で揚げてるんじゃないですか、ちょっとちょっと待って、スタジオ目指してんだ、これ死んでるところですね、高杉さん、4年間ありがとう、また会う日だで、さようなら、お元気で、キックの星スタッフ一同、茂雄の名刺がですね、届きましたので、こちらもご覧ください、はい、やばいね、人は誰しも悪い人間になりたいと思う、強い、なんて思うんだろう、感じが強い人間になりたいと思う、だが誰にも負けない人間になれなくても誰にも負けない心は持てる、心、力は心のな、いやもう全部読まなくてもいいですよ、10代、J 代、これでもさ、これどっか、あれですよね、業者さんに頼むわけですよね、これね、こういう文面でお願いしますと、さすがのヒーロー、じゃあどっか行っちゃう、窓この写真、誰が撮ってるのかね、まあ、こういうのはね、ビデオから取り込んでるんでしょうけど、グラディエイター、グラディエイター、はい、
け、まあでもしかし、ちょ強烈な、何やりたいですか君は、あーこれ、これほらよく集めるさ、昔のさ、金消しとか君はもう持っているかっていう切ってる、高杉ストア限定品未来ちゃんへ元気出して記念正解サンメリー、サンメリーだから両替したいんですけど、1メリーいくらですか、サンメリー超でかいな、どうなんですか皆さん、これこれ、これ私じゃもらえないんだよ、ワードじゃなくて、それはこれ高杉写真集、もしかして本人が送ってくれたやつ、写真集ですよこれ、すごい、ほらこれなんかのテレビ番組出たんだよね、これね、あ、嘘嘘、茂雄くんだって高杉スーパータイム、スーパータイムだ、スーパータイムだって、いいね、どうでしょう、超綺麗だから、この辺のは誰が撮ってるのか知りたいからね、まあ、これメリーはいいんだけどさなんだよこれ、あ、かわいい、メリーすごい、あ、なにこれ、自由だってそうなんだろうね、お子が、お子が生まれた、自分の文化、え、自由だよ、自由、すごいなんかね、送りつけられてくるわけですよ、あの3階のスタッフルームにね、もう普通だったらもうおかしな人だと思ってすぐ捨てられちゃうところだけど、高杉茂雄というのはね、もうみんなあのキックのスタッフ以外にもみんな知ってるわけですよ、これほら、見てくださいよこれ、ちょっと放送できないよ、そんなこと言ったらほら、もうすべての行き先は未来ちゃんへなんですよ、でも私に全然届かなくて、スタッフが、スタッフばっかり預かって、だってこれまたさ、終わったらさ、はい、じゃあこれは番組で預かる、だから、君も身を固めれば、私の名はロビン・マスク、インディ・オブ・ジョイトみたいな感じ、アレックス、あれからね、練習は全部で100枚ぐらい作ってます、うそー、あれにもかかってない、みんな高杉茂雄選手あって3って言ってる、苦手なものは克服するものではない、うん、自分を生かせるものを選ぶんだ、何かとの共振を、何かとの共鳴を感じるんだ、聞くんだ、そして一体となれ、その時大いなる力を得よう、これ誰の言葉、まるっきり私はこの通りですね、そう、苦手なものなんて克服する必要はないんです、勇者オブ勇、自分を生かせるものを選ぶ感じですね、勇者の中の勇者です、苦手なものなんて、勇者オブ勇者か、何にもなりませんよ、ああなんだ、結果はどうであれね、あ、なるほどなるほど、私はこの生き方が好きですね、その剣は空の奇跡、オブっていう名前をつけちゃったの、その距離は大地は OF の天が届き、大地が生んでる、炎と燃えるそのハート、これは仮面ライダーストロンガーの歌をちょっと、あ、歌なんだ、パクリじゃん、ね、え、これどこ、車、かっこいいことは本当はかっこ悪いことで、かっこ悪いことが実は一番かっこいい、三蔵さんみたいな、これは、ね、私は18歳の時ですね、うわ、すごい体、太陽の戦士だよ、あ、今まで太陽の戦士って言ったら錦野明しかいなかったんだよ、そして思いを戦いで表現するのが18歳です、高杉茂雄、すでに太陽の戦士を名乗っていたのか、パンチやキックは心で打つもの、心に形ならない、思いを解放するだけ、本当にね、やってる、やろうとしてることはね、変身ですね、変身、何かをね、イメージして、そのイメージになりきっちゃうんですね、言ってみればね、ある意味夢の世界なんですね、夢というのはね、そう、なんか知んないけど、とにかく何にもできないで終わっちゃうんですよ、暴れることもできなくて、なんか架空のストーリーがあって、そのストーリーが勝手に動いてる感じですから、私はそのストーリーをね、唯一出た人間ですから全然違うものを持ち込んで、どうしよう、今日の話ちょっと難しい、成功してはいませんけど、